グリーンランド東海岸の衛星画像、下の大きな入り江が、スコルズビワンフィヨルド形成の図ノルウェーの、フィヨルドフィヨルドにかかる、分解フィヨルドとは、氷河による侵食作用によって形成された、複雑な地形の湾、入り江のこと。ノルウェー語による通俗語を元とした地理学用語である。湾の入り口から奥まで湾の幅があまり変わらず、非常に細長い形状の湾を形成する。 リアス式海岸が通常の産地、過酷が沈水して形成されたものであるのに対し、フィヨルドは氷河によって形成された、有事国に海水が入り込むことで形成される。そのため、艦隊の地域に多く形成される。また、南半球では南極寒流より北の陸地で寒い地域が限られるため、北半球に比べフィヨルドの数は少なく、規模も小さい。氷河とは、 数万年もの時間をかけて、数千メートルも降り積もった雪が溶けずに固まり、氷へと変化したものである。この氷が自分自身の重みによって、早くても一年間に数百メートルというスピードで山の斜面を降り、滑りながらそこにある地面を深く鋭く削り取り、深い谷を形作ってゆく。フィヨルドは氷期の終わり頃に氷が溶けて海面が上がったために、 この深い谷の一部が海に沈むことで形成されていったのである。湾の特徴は、有事国と同様になる。前述のように、湾港から湾王まで、湾の幅があまり変わらず、細長い形状になる。さらに、海岸線は湾王を除いて、断崖絶壁となるものが多く、水深も深い。数値を上げると、ノルウェーのソグネフィヨルドなどは、長さが 200km、水深。 両岸の断崖ともに1000メートルを超えるものもある。なお、それであっても湾の幅は数キロメートル程度である。ヨーロッパ北部のノルウェー・スウェーデンからなるスカンディナビア半島がフィヨルド地帯として最も有名。特にノルウェー側にあたる西部、北部に多く見られトロンヘームフィヨルドなどその美しい景観から観光名所として有名なものもある。 スカンディナビア半島の他に、大西洋上のグリーンランド、アイスランドにもこのフィヨルド地形が多く見られる。ニュージーランドの南東や、チリにも存在する。世界最大のフィヨルドは、グリーンランドのスコルズビワン、ついでノルウェーのソグネフィヨルドである。ノルウェーガイランギルフィヨルド、アイスランドのフィヨルド一覧も参照。ありがとうございます。